山明さん、子どもの世界より、エコセーズ、エコセーズいつも迷う、エコセーズという曲を初見でお届けしてみたいと思います。あれ、これなんかベートーベンだったよね、確か。タラタテラタタラタタラタってなかったっけ。タンタンタラタンタンタンタラタタンってね、なんかこの前弾いた気がするな。どういう意味なんだろう。まあいいか。はい、ゆっくりだね。ゆっくり72、4分の3、1、2、3、1、2、3で、あ、これは4分の3なんだ。へえ。ちょっとファ、シャープ2個。はい、行ってみます。ゆっくり。全然弾くにくくはない。ところどころ、あ、湯山さんやなっていう感じの音が入ってくるね。あ、4分の3拍子なのに2拍子に聞かせるように途中でね、リズム入れてみたりとか、あ、こういうの、あ、そうだなと思う。なるほど。というわけで、エコセーズという曲でした。